天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める揚州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か降戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は我領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。劉備殿、一つお聞かせください。この乱世にあなたは何を目指すのですか？人々が泣かぬよう悲しみのない天下を。だがそう願いつつ何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。私が示す道は時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか？その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまわりました。では この諸葛孔明、身命を賭して劉備殿の大志を支えましょう。我が波動、まだ踏み出したばかりよ。お前には最後まで付き合ってもらうぞ。何を今さら。この俺の命運尽きる時までお前を支えよう。それがしの腕がどこまで通じるか試しとうござる。それがしを配下にとは願ってもない申し出。それがし精一杯お仕えするでござる。うん、よく来たな。才ある死を迎えられたことを嬉しく思うぞ。
孫権、いや孫悟明、覚悟盛況とは敵ながら見事よ。孫権は己の領内を盤石とすることに先進し、その中で将兵らの心も掴んできたようです。地に足がついた御人が、これは揺さぶりにくい手強い相手ですな。ならば我らは兵数と策で押し切るしかあるまい。水軍も長連でいくらか動けるようになったしな。しばらくは長江沿いに陣を敷き、水軍を増強する。しかるのち十分な兵力をもって孫を飲み込むのだ。決戦は赤壁となろうな。少子少子、敵の体が波打っているようです。
足出し、捕らえてください。行きましょう。大哥，你听，
莫非周瑜气死了？死了？这就骂去就不一个。看来此人心胸太狭隘，中了毒箭，还死撑着硬战。我らの勢いをくじくとは、ここは策を練り直さねばならん。撤退する。我が道を行く。誰にも邪魔はさせぬ。 Victory is ours.